そっかね、もう11時に出るって言うとっていうか、うん、遅かったよあんたは。普通やって、普通って11時に家出るって言うたならた、うん、11時までには準備して車乗っとけよ、うん、送っていくとはお母さんばい。5分ぐらいしか過ぎてへん。5分ぐらいって、あんた送った後にお母さんも仕事場行かなんとか、昨日言うたろ、送るとはよかばってお母さんも仕事あるけん11時までに出発せんと間に合わんけん11時までには準備しとけよって、それができるなら送るって言うたろ。はいはいはい。5分過ぎとった。もうねえ、じゃあもうこの今言ってるしかも、それでその態度おかしからあんた。もう分かってごめん。5分ぐらいいいのじゃないぞ。じゃあもうこの今喋ってる時間をもったいないで。何その態度。早く行こう。行けません。なんでやねん。なんでか考えてください。何がわかりませんか。なんや、シートベルトしてくださいじゃないと発進できません。安全第一でお願いします。最後急に引っ張ったらシートベルト出てきません。わかったって。ゆっくり引っ張らないと。うるさいって大きい声出すな。ほんと気分悪い。チャリで行け。うるさいって。チャンネル登録よろしくね。